7月8日は、グレゴリオ歴で年始から189日目にあたり、年末まで、あと176日ある。大北方戦争最大の戦闘、ポルタバの戦い戦争を回避のためアメリカの大陸会議からイギリスへ送られた最後の聖願、オリーブの枝聖願、アメリカ独立宣言の朗読が行われ、自由の鐘が鳴らされる、裏側に黒船来航。 ドイツの封鎖突破戦ドイッチュラントボルチモアに到達。画像はニューロンドンで撮影ダを平均株価が世界強行期間中の最安値40.56を記録。岡田内閣発足カンタータ、カルミナ・ブラーナ初演アメリカ合衆国空軍が初の女性兵士を採用。画像は同年の女性中隊爆撃機イル -28。 初飛行日本人女性初の宇宙飛行士、向井千秋が登場した、スペースシャトルコロンビア打ち上げ食い倒れ閉店画家、アルテミジア・ジェンティレスキ誕生。画像は、自画像グーワシ人、ジャンドラ・フォンテーヌ誕生。実業家、石油王、ジョン・ディ・ロックフェラー・ポルトガル共和国初代大統領、マヌエル・デアリアが心理学者、アルフレッヴビネー彫刻家、ケーテ・コルビッツ誕生。左画像は、 自画像、右は、母と二人のコッピアニスト、作曲家、パーシー・グレインジャー作曲家、サエグサ・シゲアキ・ディエゴ・であるマグロ数学者、物理学者、天文学者、クリスティアン・ホイフェンス・ボツ。右画像は、ホイフェンスの原理による、波の屈折の説明ロマン主義詩人、パーシー・ビッシュ・シェリー・ボーツ。画像は、ルイ・エド・アル・フルニエ、シェリーの葬儀。宮廷画家、 フランツ・ヴィンター・ハルター・ボツ。左画像は、自画像。中央は、オーストリア皇后、エリーザベトの肖像。右は、ザイン・ビトゲンシュタイン・ザイン・コーヒレオニラ・バリアティンスカヤの、肖像作曲家、アレクサンドル・アレクサンドロフ。ソビエート連邦国家を聞く、物理学者、朝永慎一郎科学者、ロバート・バーンズ・ウッドワード北朝鮮最高指導者、永遠の首席、金日聖没。 右画像は、遺体の安置された、金州山記念宮殿外務省会長を記念日。左画像の庁舎は、現代のもの。右は、初代外務大臣の井上香る中国茶の日。中央画像は、ジャスミン茶。右は、ウーロン茶の茶花はの日。画像は、シュレーモンシチアの日。ありがとうございます。